どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できちゃうよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もレッスン始めていきますよ。本日は G ラボのガズモデルウクレレ、めちゃくちゃかっこいいですよ。はい、こちらとシンプル簡単バージョンでは岩をまだい騒然の厚さ2ミリの旅レレを使いまして、レッスンスタートしていきたいと思います。ただいまですね、今いつも使ってるこの G ラボのウクレレたち販売予約受付大好評受付期間中でございます。なんですけど、こっちはの話題の旅レレは話題すぎてですね、ちょっと予定分がもう、完売してしまいました。ありがとうございます。でもこっちのね、ガズモデルとかバカママウクレレとかね、あの薄レレとかまだは大好評販売中ですね。ぜひね、ラインナップ概要欄に貼っておくんでね、チェックしておいてください。そしてあともう一個、はい、9月の9日10日2日間にですね、ウクレレピクニックというイベントで G ラボウクレレのブース出展が決定しております。はい、これぜひ皆さんお出かけください。概要欄にこれも詳細貼っておきますからね。さあ、今日のレッスン入っていきましょう。今日はですね、世界中で歌われている夏の爽やかすぎる、もう感動する名曲いきます。こちらです。ドン、ブライアン・アダムスの Summer of 69、 この曲をお届けしたいと思います。この曲はですね、いやー、すごい歌詞がもうすごいんですよ。僕はこれをですね、あのテイラー・スウィフトさんがなんか最近やったイベントで、ブライアン・アダムスがこうゲストに来て、それをね、もう会場のアリーナのみんなと歌ってる映像を見て、もう感動しちゃってですね、あ、これはもうすぐにやりたいということでですね、今日取り上げていきたいと思います。めちゃくちゃいいですよ、これ。歌詞の和訳必ず読んでください。僕ね、もうバンドマンだったんで、もうめちゃくちゃこの共感するんですよね。ね、あの歌詞読んでくださいね。はい。いつものように2バージョンでいきます。ちなみにそうだ。かっこいいバージョン、後半やるかっこいいバージョンはフルコーラスでお届けします。全部やります。だけどシンプル簡単バージョンはですね、ちょっと途中難しいね、転調するところが出てくるんで、シンプル簡単バージョンは2番までやって終わるよということで、やっていこうと思いますけど、ちょっと慣れてきたらね、かっこいいバージョンの方もチャレンジしてみてください。というわけで、最初は誰でもできる、初心者さんでもできる超シンプル簡単バージョンはなんと入門コード4つでできる。素晴らしい、ブライアン・アダムス素晴らしい。あの入門コード4つでこのメロディーとこの世界観作り出せるなんて素晴らしいです。はい、後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはさっきも言いましたようにフルコーラスですよ。で、ちょっと途中転調があるんで、普段見慣れないコードがね、3つ出てくるのかな。はい、でもね、ちょっと練習したらできると思います。ぜひトライしてみてください。シンプルなロックナンバー、もう気持ちがいいんで間違いないです。2バージョン最後まで、ご覧になってください。さあ、皆さん音楽始めましょう。今のところでちょっとお勉強してもらって、これからどんどん自分で音楽をクリエーションできるわけですから、もりもり音楽していきましょう。今日みたいな洋楽たくさんね、ガズレレで取り上げてますからね、概要欄にね、洋楽のリスト貼っとくんで、ぜひ見てみてください。さあ、今日のレッスン入っていきましょう。ブライアン・アダムスの Summer of 69、 簡単バージョン、シンプル簡単バージョンからやってみる。 1,2,3,4。Cut my first fear six chill, bobbing out the fight and time, pelting fingers bright. What a summer of 69. Me and some guys from school had a bad memory, tried real hard. Jimmy Creek, top got married. I should have known. Yeah.
of 69、まずはシンプル簡単バージョンゆっくりとやってみました。入門コード4つ、これはやばいですね。 C と Am と F と G7 といったらもう初心者様がもう始めたその日に覚える入門コードですから、ね、ただしもちろん英語ですから、ここはちょっとやっぱ難しい。英語っぽく歌うっていうのはすごい難しくて、まあいつもの言うことですけど、モノマネして調子に乗るしかないですからね。洋楽をマスターしようと思ったらこれしかない。ちょっとこの辺について後でまた解説しますけど、とにかく一緒に歌っていきましょう。まずね、ガズさんの動画にはね、歌詞とコードが出てますんで、ゆっくりやってるでしょ、シンプル簡単版。あれに合わせて、一緒に演奏を練習してください。この曲に関しては演奏はね、簡単だと思います。なんだけどやっぱり英語の歌と一緒にこう交わってる弾き語りの醍醐味っていうのはやっぱ歌と演奏のこのね、これがマッチした時は気持ちいいですからね。演奏いくらできてもやっぱ歌とこのコンビを組んでね、こうガッチリ届けたいということで、ここはですね、聞き込んでですね、うまく、英語の早いところも結構ありますからね、楽しんでやってみてください。1個目のゴール設定としては、ガズさんの今の簡単バージョンに合わせてできたら素晴らしいと思います。これね、できた方、まあ、楽しんでもらったら次、どんどんね、次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを満たして音楽を満たす。これをやっていただきたいなと思うんですけど、それでも最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはやっぱり難しいでしょうから、最初にじゃあ楽譜的なものを見て何回も何回もこう覚えて、もう練習してるうちに今度次第に覚えてきますからね。そうしたらもう大空を見つめながらこの真夏のね、空の下で歌うとか最高だと思いますけど、まずはね、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんが手書きで書いてあるこの楽譜ノート、はい、こんな感じで書いております。今日見てください。もうフルコーラスですかね、これ。もうなんか、すごいことになってますけれども。はい。今のシンプル簡単バージョンはこれフルコーラスじゃな、やってないんで、シンプル簡単バージョンをね、ここまでやったっていうことになりますね。はい。ここまでですね、やってるますということなんですけど、まあもうちょっとしたらこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってことをシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたサマーオブ69を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なもう山のようなね、ソングリストの中からですね、毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日、めちゃくちゃ役立つ、いい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点、概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。Summer of 69、ブライアン・アダムスのもう夏のもう世界中で歌われている名曲、見ていきましょう。これイントロなんですけど、これ、タツツタツツツツツ、これ、かっこいいバージョンだよね。ここかっこいい弾き方ちょっとやりますから、これヒントが隠されてますが、今のシンプル簡単バージョンはこの上の歌を弾いていて、これね、見てもらったらわかるんだけどね、ウクレレの演奏はすげえ簡単なっす。すげえ簡単。C と G7C ってね、入門コード4つですから。ただし、英語ですよ、やっぱり皆さん。はい。これぜひこんな感じで書き込んでいただいて、皆さんゆっくり練習していってください。こうやって写しておくので、お時間の方はこの通りに書いてもらうといいと思います。そしてですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きの楽譜をゲットしてもらうのめちゃくちゃいいですよ、デジタルデータで。今日ちょっと見てください。この V の文字がいっぱい書いてあるでしょ、これ。これ何かというと、これリズムなんですよ。ちょっとやっていきましょうか。1、2、3、4、
1,2,3 I got my first real six strings 1,2,3 要はこれ1拍目と3拍目にこれテーマークがついてるんですよ。 1,2,3 I got my first real six strings 1,2,3 これでリズムが分かるようになってます。こんなに言葉があるんでね、リズムがごちゃごちゃになっちゃうと思うんで、ここでねリズムのガイドをつける、これがかなりね役立つと思います。とはいえ英語だからね、もう聞き込みは必要ですよ。はい、今日はこのガズクラブでガズさんの手書きノートはめちゃくちゃ有効だと思いますんで、ガズクラブに入っていただいてゲットもご活用ください。ひとまずお時間ある方はこんな感じで書いていくといいと思います。はい、まずは1番の A メロ、一時停止で、はい、OK。 はい、じゃあここ B メロで、ここがもうここの Last Forever って言いたいやつ、これめちゃくちゃここが泣けるんですよ。このメロディー何回も言うけど、歌詞絶対和訳読んでくださいね。もう胸キュンです、青春群像。はい、そんな感じでございます。熱くなっちゃった。で、ここにちょっといろいろこう書いてあるの、かっこいいバージョンではね、ここちょっといろいろあのフレーズが入ったりしますよ。かっこいいですからね。はい。ここもワンブロック4つになったりします。下に書いてあるのはかっこいいバージョンの案内でございます。はい。で、これが B メロ。で、ここ2番になります。で、2番の A メロはちょっと1番の半分になって、またここも B メロになりますね。2番の A メロ、B メロ。こんな感じで写しておきます。はい。同じですね。1番とね。基本的には。そんでもってですね。はい。くるりんぱとしまして、ここ、ここで、まあ、なって、ここで、こんな感じで、まあ、C パートというふうにガズは命名しておりますけど、こんな感じになって、ここで、また C と G7 で、ここがやっぱり言いたいやつですね。back in the summer of 69 というやつがいいですよね。で、ここをやって、おーおーって言って、これ、見て、簡単バージョンはここで C で終わるということになってます。ここまでが、今やったシンプル簡単バージョンのアレンジなんですけど、この流れでかっこいいバージョンの方も移していきましょう。で、ここブリッジパートっていうのが、ここがですね、見て D シャープ、G シャープ、押し A シャープみたいな感じで、ここ転調してるんですね。なんでここがちょっとコード難しいんです。後で解説しますけど、ここの2行だけがやっぱね、ちょっと雰囲気が変わってるところでコードが変わってるということで、かっこいいバージョンからにしましたということですね。はい、コード後で解説するんで安心してください。で、ここでまた感想があります。 C と G7、 これかっこいいバージョンで、ここにフレーズって書いてあるんで、これフレーズを弾いていきますよと。そしてここ3番です。3番の A メロ、 B メロです。見てください。はい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 。いいですか？はい。で、ここまで来たら、ここ C って書いてあるじゃないですか。これ C は終わりの C じゃなくて、C パートに行きますよということです。で、この C パートっていうのは、はい、こちらです。さっきやったここのところ。はい、ここに戻ってくるぞと。それでここも繰り返すんですけど、ここね。ここさっき、back in the summer of だったんです。ここ最後のところは、繰り返しのことで、it was a summer of とか、ちょっと歌詞がかかったりしますけど、ここちょっとね、繰り返して、ラストエンディングで終わっていくということになっております。はい。これが、フルコーラスバージョン、一応ね、なっております。この最後とかもうちょっと原曲が長いですけど、そんな感じです。コード見ていきましょう。さっきも言ったように、シンプル簡単バージョン見て、C と A マイナーと F と G7 で4つだよ、これ、入門コード。これは、ほんとウクレレを、習って、その日に覚える超簡単4つですから、これは大丈夫。一応おさらいしますか。はい。C は一番下の3番目ですよ。はい。指1本。はい。覚え方は下1本です。A マイナーは4弦の2フレット、ここですね。覚え方はもちろん上1本です。F はですね、こことここ、A マイナーのとことここですね。2個押さえます。はい。これが F です。F の覚え方は斜めになってるんですよ。これ、斜めで覚えてください。それで、G7、これが一番難しいんですけど、F から行くと手首を回転させてください。そして、人差し指は同じところで、2弦の3フレットと1弦の2フレット、こんな風に押さえます。ここよく見ると、こう三角形ですね。だから G7 は三角形です。C は下1本。あ、じゃあ、C は下1本。A マイナーは上1本。F は斜め。G7 は三角形。この4つ。これでできるなんて夢のようでございます。まずこれね、ゆっくりで演奏してもらって、最初は、英語の曲なんでね、ちょっとね、英語やっぱ難しいんですけど、まあ、聞き込んでですね、あ、そうだ、ここでもう解説しましょう。洋楽をかっこよく弾く秘訣は、歌う秘訣はもうこれなんです。モノマネと調子に乗るしかないんです。皆さん。これをですね、要は日本語的な英語で歌うとですね、最初なんかもう、ここですよ。ワン、ツー、スリー。I got my first real six string! Bought it at the five and dime! なんて歌えないでしょ。日本語英語だったらこれ歌えないんですよ。じゃあ、どうするかというと、聞き込んでですね、モノマネです。で、モノマネすると恥ずかしいでしょ。だから、恥ずかしいって言ってると、いつまで経ってもできませんからね。調子に乗って、アメリカ人とかになりきる。もうブライアン・アダムス、アメリカ人です。アルシアメリカ人ですみたいな感じでやらないといけないんですよ。そうするとどうなるかというと、例えばこの曲で言うと I got first real six string Ball and not five and dime Oh yeah! みたいな、
もう調子に乗ってモノマネしかないですからね。もう他に方法ないんです。洋楽をそういう風に気持ちよく歌うっていうのはね。あとは忘れちゃいけない。歌詞の和訳を読んで、その頭に描きながら、その感情表現ですけど、歌っていうのは。これがキーポイントになると、ぜひトライしてみてください。これ楽しくやるのがポイントですからね。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンはさっき言った転調のところで、コードが3つ追加になります。まず1個目。D シャープ。これはなかなか出てこないこと。こことここ。1弦1フレット、2弦の3フレット、3弦の3フレットです。はい。4弦は開放弦。慣れちゃうとこれ弾き、抑えやすいと思うんですけど。まあ、あんまり見慣れないですね。D シャープ。はい。これが登場します。あと次。G シャープ星。これ星がついてるのはガズレレオリジナルの表記の、名前なんでね、正式名称はわからないです。他のミュージシャンに G シャープ星というコードといっても通用しません。ガズレレだけでしか通用しないんで、ね、とにかく星がついてるやつはガズがね、ここが雰囲気いいなと思って押さえて、いるところでございます。1弦の3フレットと、2弦の4フレットと3弦の3フレット。こういう風に押さえるか、はい、人差し指で1、2、3弦押さえるか、あとこういう風に押さえるか。ガズはこのパターンですね。人差し指が3弦3フレット、中指が1弦3フレット、薬指が2弦4フレットですね。はい。どっちでもいいです。こう。この響きいいでしょ ?4 弦も開放弦です。これが G シャープ星です。あと次、A シャープです。これはね、初心者さん突っかかっちゃう代表コード。1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレット、4弦の3フレットですね。こう、あるいは、人差し指で1フレット全部押さえてこう。この A シャープはですね、ちょっと押さえにくくて有名で質問もすごく多いんで、A シャープの徹底解説動画、概要欄に貼っときます。これマスターしてください。A シャープはよく出てくるんでね、ぜひマスターしたいコードということで、このコードを3つ使って、ブリッジパートのところはやっていきましょう。はい。じゃあ、リズムの解説です。今日の出てくるリズムはこちらになりますと、8ビートのチャと、疾走ビートと、ダウンピッキングと、ブリッジミュート。なかなかです。これは今日は。ブリッジミュート出てきますから。はい。この弾き方、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、URL があるんで、そこを行ってもらうとですね、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますんで、そこじっくり見てやってみてください。じゃあもう今日順番に解説していきますけど、今日一番ね、ポイントになるのはこの歌い出しというか最初です。イントロから A メロの前半部分。印象的な、あれを弾きます。ちょっとやってみますよ。こんな感じです。1,2,3,4。これエレキギターでよく聞くかっこいいやつです。これはですね、ブリッジミュートという、奏法なんですけど、これウクレレでやるのはちょっとかなりコツがいるんですけど、さっきも言った濃厚解説レッスン動画で解説してるんですけど、一応ちょっと解説すると、このブリッジ、この白いところからこう弦が出てるんですけど、ここに手のね、右手のこの部分をですね、こう当てて音をくすぶらせるんですね。そうすると C で弾くとこうなります。これやんなかったらこれの音をちょっとくすぶらせるんですよ、ここに当てて。だから、ここを当ててるから、指でこう弾く感じになりますよね、こう。で、指とスナップを効かせるんですけど、ここで、ダッツッ、ダッツッツッツってアクセントが入ってるでしょ。ここはオープンにするんですよ。わかる？はい。しかも全部ダウンピッキングですかね。3、4。1,2,3,4,1,2,3,4 はい、これを練習してください。ゆっくり、せーの、1,2,3,4,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 1,2,3,4。はい、これが弾けないと、雰囲気出せない、当然だからね。ほんとピックとか使うといいんですけど、ウクレレでピック使うとカチャ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 なっちゃうんで、まあできればこれで指で弾いた方がいいと思うんですけどね。で、難しいのはですね、これを弾きながら歌うのね、めっちゃ難しいです、最初。ちょっとやってみると。I got a fast real six string, bought another five and dime, bread to my fingers breadWhat the sound of 69? こんな感じですね。まあ、この A メロで歌うのはもう練習はあるのみだと思うんですけど、ちょっとまあトライしてみてください。そしてその後はですね、よかったです。ずっと8ビートのチャンです。ただしこれミドルテンポで速くなりがちなんで、もうずっと、このリズムですね。ずっとこれを気持ちよく、キープしていく感じとなります。そうです。すごいシンプルなんですけど、ワンブロックコード4つが出てくるところがあるんですけど、ここもですね、B メロで出てくるんですけど、ちょっとやってみると、ここかっこいい。G7。このワンブロックコード4つも見逃しなくと
いうことでございますね。で、あとはですね、ずっと行くんですけど、この後ですね、今回の曲のまた次のキーポイントになるフレーズが出てきます。B メロの、my life、 この後に感想が入るんですけど、 C と G7、 ここでフレーズを入れます。一弦を使ったフレーズです。やってみましょう。 Best day of my life、 かっこいいでしょ。今 C を C の時は一弦の578757です。簡単でしょ。一弦の次、G7 の時は、G7 押さえたまんまですよ。G7 押さえたまんま、0、2、3、2、0、2。0っていうのは G7 押さえているうちの人差し指を離せばいいんです。0、2、3、2、0、2ですね。0、2、3、2、0、2。C の時は一弦だけ。5、7、8、7、5、7、0、2、3、2、0、2。はい。このフレーズかっこいいでしょ。これはぜひマスターしてください。ちょっと練習していきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ゼロ、二、三、二、ゼロ、五、七、八、七、五、七、ゼロ、二、三、二。はい。これがいわゆるですね、チャが入らないリズムになっちゃうんで、フレーズでね。ここは疾走ビートみたいな感じの雰囲気ですね。ノリを感じられるようになるといいと思います。これがですね、結構大事なところで、この感想の他に、途中のですね、一番言いたいところ、Back in the Summer of 69 のところにもこれが入るということですね。なんで、つまりこの後、2番の A メロ、B メロをやって、今のところのパートになったら、ここで、Oh yeah! Back in the Summer of 69! って歌いながらこのフレーズを弾くわけです。かっこいいでしょ。これはぜひちょっと皆さんトライしてください。これ思ったより難しくないです。一弦だけのフレーズですからね。はい。そしてそれが終わった後ですね、今度ブリッジ。さっきショートカットのところではやらなかったブリッジパート。ここがですね、コードちょっと抑えるのが難しいからね。あと歌のね、感じもちょっとね、こう、またいでくる感じで、ちょっとここもね、練習必要かなと思います。ちょっとゆっくりやってみると。中です。流れるようなんですよね。歌のメロディーラインがね、次々こう食い込んでくるイメージ。ここは結構ですね、英語のところはちょっと難しいから、コードも難しいんで、これはかなり難しいところだと思いますけど、まあゆっくりね、トライしてみてください。で、その後感想でまた、はい、これがね、今日はもうすごい大事なフレーズです。まあこの曲のね、なんていうか、このメロディーかなり印象はありますからね、ここだけでもね、かなりご飯食べられるぐらいにいい雰囲気になると思います。で、あとはもう3番やって繰り返したということになっております。で、まあ解説としてはこれでおしまいなんですけど、やっぱり英語の曲っていうのはですね、まあこの英語の早く言うところとかが、やっぱりもうモノマネと調子に乗る力が問われると思いますね。はい、ぜひはこれじっくりで、まあ最初ゆっくりでいいと思うんでね、取り組んでみてください。英語のやっぱりこの歌い方が今日はやっぱり難しいかなと思います。調子に乗ってくださいと。あとやっぱ何回も言いますけど、このね、歌詞の内容がもうね、すごいいいんですよ。このなんていうのかな、もうバンドとかね、もうなんかやっぱ青春ですね、これは。はい。その気分と一緒にやっぱ歌う。歌詞の思いをこう、感情表現ですから、弾き語りっていうのは。はい。そんなことを意識してやっていきましょう。ブライアン・アダムスの、Summer of 69。ガズレレレかっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。Got my first real 16, bought it at 5 and 9. Bell till fingers spread, what the summer of 69. Me and some guys from school had a band that we tried real hard. Jimmy Craig, Johnny got married, we shouldn't know we'd never get far.Jump to do
are changing. Look at all the things that come and go. Sometimes when I'm betting on the things stream, I think about the wonder what went wrong. Standing on mama's porch, you told me that lasts forever. All the while I held my hand, I knew they would now or never. Thought about the best days of my life. アダムスのサマーオブ69カズレレ流かっこいいバージョンやってました。すげーかっこいい。いやーこれはですね、この夏汗だくで弾きたい曲、本当ほとばしるエネルギーと青春感じながら歌っていきましょう。さあお知らせです。さっきも言いましたけど、今 G ラボのウクレレたち大好評で販売予約受付期間に突入しております。旅レレはちょっと受付はちょっと終了しちゃったんですけど、他のウクレレたちぜひチェックしてみてください。概要欄に貼っときますよ。で9月9日10日はウクレレピクニックで G ラボウクレレのブースが出店決まってます。よろしく。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね。これね、ほんとガズレレ楽しんでいる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズ、これ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室、ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人ももりもりやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ、Gラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。